はい。で、そこで、そうですね、多分先ほど引くというようなお話をさせていただいたかなと思うんですけれども、まあ、西宮はですね、やはりこう、砲機に乗っての空中移動というところと、あとその機動力によって、まあ、立体的に立ち回ることができますと。というところで、まあ、敵をこう、十文字にかく乱する飛行型化となっております。はい。まあ、そんな西宮の特徴なんですけれども、よいしょ。はい、まあ、なんといってもトップクラスの機動力と。これってもう相手にすると全然攻撃当たらなくないですか。いや、割とちゃんと狙った時は当たるんですけれども、はい、ちょっと闇雲にやるとなかなか難しいっていうところですね。まあ、ちょっと今は割と顕著にこう紹介のために映しているんですけれども、はい、だいぶ捉えにくいキャラクターですね。はい、ということでございますね。なので割とこう自由に10文字に気持ちよく戦場を駆け飛ぶことができる、回避がね、いいですね。そうですね、はい、というところですけれども、はい、ということで、まあ、やはりこう相手の攻撃をうまく避けつつ、そして自分で攻撃を仕掛けていくというのはヒッターの上は大得意のキャラクターとなっております。はい、まあ、動画の、まずこちらですね、突進の攻撃でですね、まあ、技の強化をすることができるので、まあ、遠くからこう強襲を行って、まあ、そのまま離脱して、まあ、遠距離